とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、アップデで追加されました、極のクエストですね。行きます。これ行きましょうか。極、塔の上のサドンデス。ですね、もらえる報酬はなかなか美味しいです。経験値も美味しいね。どれぐらい強いのでしょう。 SD チケット2枚消費です。いきます。では最初から変身していくか。いいかな、大丈夫っぽいね。あ、いや、いや、いいか。変身してもすぐにゲージは溜まるので、いいか、いいか。うん、追いかけられるところになるとちょっとね、変身溶けてしまうんで、まあちょっと考えたんですけども、いいか。じゃあ、敵のレベルは400半ばぐらいがいるね。でも381もいる。うん、まあピンキリぐらいの感じか。よし、うわー、ポーズ取る、ポーズ取るよ。はい、だいぶね、アースウォーカーも、おお、いいね。剣の行こう。アースウォーカーも、だいぶね、装備品が揃ってきたので、使えるようになってきたね。うん。で、どれが、パワーで、どれがスピリット依存なのかが、ちょっとまだ分かってないんですよね。メモリアルジャンプはどうも、スピリット依存っぽいんだよね。で、他が、ローラーダッシュと猫エンドがパワーかな。ああ、まあまあ多分そうなんだろうけどね。よし、まあ軽いもんだね。はい、じゃあ行きましょう。まあそのパワーとスピリットがわからないので、まあ一応通常攻撃は剣で攻撃するんでパワーでしょ。なので、パワーを上げてきてます。うん、ブルームーンとワイルドボーイの時はスピリットを上げていくんですけども、どうも、ベニマルとアースウォーカーはパワー上げた方がいいのかな。まあまあ、スキル構成によるか。うん、メモリアルジャンプ多めに入れる人はスピリットの方がいいとか、なんかそういうのがあると思うんですけどね。はい。まあ、とりあえず、俺の構成は、猫エンド二つに、おお、戻ってる。そうか。そうだった、そうだった。猫エンド二つに、メモリアルジャンプと、ダッシュを一個ずつですね。猫エンドがどうもね、範囲がね、広くて使いやすいんですよ。なので、これを俺は多めに入れております。じゃあ。で、変身したときに、なんか、いいねがもらえない不具合、あれはなんか設定で、変身を簡単なやつにすると、まあ、治るみたいですね。いけ、ちょっと待って、あ、おお、もうキャンセルされた。ローラーダッシュ。ダメージが一番出るのはなんだろうね。一発の重さはローラーダッシュだけども、根元から入れば猫エンドがダメージ出るかな。うん、まあ使いやすいのはやっぱね、猫エンドが使いやすいね。あれ、ちょっと待って、やっぱポーズは出ないな。ポーズは取れないのか。うん、まあ不具合はまだいくつか、修正されてないものがあるみたいですね。まあ、一番困ったのはあれだけどね、ストーリーを進めていく中で、陣平がオートになるってやつ、あれは困ったな。本当にミケッティオに追いかけられてる時にもう敵に向かっていくのよね。あれはね、びっくりした。もう全部回避で進んでいくしか手がなかったんで。でもまああれはね、すぐに解決されるんではないでしょうか。うん、早めにね。じゃないと
ちょっと、あれはきついもん。あれで、うん、ミケティオと戦うのはきついのでね。よっしゃー、もうちょっと、まあ今のところ敵はそんなに強くもなくですね。うん、そこまで強くもなくだ。なんとでもなるね。おっと、やるね。猫エンド。いやー、やっぱね、450の、レアキャラは強いわ。よっしゃー、ポーズ出てもらわないとな。ちょっときついんだけども、 OK。 メモリ、うわ全然ダメージない。え、そんなもんか。あ、ローラー出しても何もない。オロチ自体が結構強めか。猫エンド、うん、オロチ自体が結構強えな。まあまあ、ここ極だからね、極だから、まあそれ当たり前か、強いってのは。いけ。まあここでね、敵を倒していければ強めのメダルが手に入るので、それはそれでいいでしょう。うん、今持ってる装備が、あ、500台持ってるよ。500台は持ってるんだけども、まだまだ400台が多いので、うん、早めにね、全体的なパワーアップを図りたいですね。うん、まあ最終的には全部600よ、全部600で、どうせね、次のアップデートで必ず来るもん、レベル上限解放が来るよ。まだサーキット場が解放されてないですしね、あのトランスフォーム競技場か、あそこもまだ全く手つかずなんで、うん、まだまだレベルは上がる。おそらく最大レベル999か1000だろうね。それぐらいいくと思うよ。うん、そんぐらい。おお、ちょっと待って待って待って、変身中にそれはなしだよ。あの変身を簡単にするとね、これがあるんだよな。これ食らっちゃうんだよね、変身してる間に。それがね、きつい。メモリアルジャンプ。でもそうしないと、いいねの数が戦闘中に増えないって書いてあったけども、いやいやいや、それですらいいねの数変わんないよ。なんだろうね。いやでもさっきなんかなった気がするんだよな。ブルームーンだからか。アースウォーカーの時はまだダメなのかな、わかんないけども。あ、でもね、敵のね、攻撃力はこれ大したもんですよ。大したもん、だいぶ食らうので、まあまあ攻撃力はね、さすが動くって言ったところですね。これは下手したら本当全滅しますよ、食らえば。よし、こっからは敵の本気、気をつけていかないといけないね。もう一発でゴリッと持っていかれるんで。でもヒーラーのコマくんがいるし、ちょっと安心かな。やっぱ、おっと、ちょっと判断ミスになるとあんなに食らってしまう。要注意。やばいやばいやばい、そっち行くな。ダメか、ダメかい。うん、お、またいけ。ああ、あれ、あ、これはももを吐くやつだ。この間は敵は無敵ですもんね。よっしゃー、よし、いくぞー。ちょっと待って、豆腐にしなさい。いやー、危ねえ。くらいそうくらいそうくらいそう。でもね、ここら辺のボスっていうのはナイトメアレディが本当に天敵なんで、これでダメージはだいぶ稼げる。よし、でも結構早めにモモ吐き出したね。うん、結構早めだった。よし、じゃあもうフィニッシュですね。いくぞ。
まあこの不具合の解消はいろいろとしてほしいところがいっぱいあるね。うん、まあまあそれも分かってることだと思うんで、すぐしてくれると思います。お、なんか来た、メディカルコマンドのレジェンダリー。あ、ここコマくんの装備がめちゃくちゃ出ますね。ここはコマくん系がいい感じですね。うんうん、はい、こんな感じでした。では本日は極の剣の塔行ってみました。敵のレベルはだいたい300後半から400半ばといったところですね。でボスはまあまあいつも通りの戦い方すればいいんですけども、まあ蝶と比べて攻撃力がね 3,4 倍高いですね。うん、一発くらいはガツッと持っていかれるので、まあ、そこは注意してやっていくといいと思います。はい、ではね、また出していきます。そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。